それじゃあ、はい、工藤や、うん、それじゃあ、私真島さんに質問があるんですけど、聞いてもいいですか？ん？いいんですか？じゃあついでだし、日頃気になってたこといろいろ質問してみようかな。そうですか。じゃあ真島さんってどういう女の人が好きですか？そうやな。おしとやかで女らしい。へえ、わかったわ。え、真島さん、そういうのはもっとちゃんとしたタイミングでお願いしますよ。え？そうですね。私真島さんに聞いてみたいことたくさんあったんですけど、いざ何でも聞いてもいいよって言われたら何を聞いたらいいのかど忘れしちゃいました。え？真島さんもど忘れの失敗経験あるんですか？うん。確かに私もよくあります。せっけん。はい、私たちど忘れコンビですね。あ、真島さんに聞きたいことを思い出しました。真島さんってその結婚してるんですか？え？全然想像つかないです。そうか。そうだったんですか。そのことがずっと気になってたんですよ。もちろんです。それじゃあ結婚の話が出たからついでに聞きたいんですけど、真島さんって結婚願望ってありますか？そうやな。そうですか。真島さん意外といい旦那さんになりそうだなって思いますけど。え？お世辞なんかじゃありません。私は真島さんみたいな旦那さんがいたら毎日幸せに過ごせそうだなって思いますよ。なるほどな。ん？真島さん。はい。真島さんは私のことをどう思ってますか？え？ずっと聞きたかったんです。答えてくれますか？そうやな。大事ってどういう。え？真島さん、そこまで私のことを思ってくれてたんですね。嬉しい。はい。でも女の子にどっしり構えてるなんて表現失礼ですよ。いや。分かってますよ。冗談です。疲れ。